皆さんこんにちは、パフォーマンスユニット真面目と大月です。私は今、東急のシアターオーブに来ております。1万年ぶりに、ミュージカルを見に来ました。イエーイ。演目はですね、マリー・アントワネットです。わーで、ね、今日はあの感激の時はね、ちょっと小綺麗にして見に行くというふうにルールを決めてやってるんですけど、まあ、今日もちょっと支度をしてたら案の定ちょっと開演ギリギリになりましたので、ちょっと慌てて行ってきたいと思います。すごい、まもなく開演の鐘の音がすごいおしゃれ、世界観を持ってます。なんとか間に合いました。席は3階なのでちょっと上の方に行ってきたいと思います。久しぶりの感激でワクワクしすぎてあんまり寝れなかったので、ミンティアを食べて、あとコーヒーを飲んでバキバキの状態で見たいと思います。さあ今日は見てください、この素晴らしい天気。もうね、来ましたよ、帝国劇場です。うわー超晴れた、最高、最高の天気。ここはハワイでしょうか。実はレミゼラブルをね、生で見たことがなかった。うわー、なんだこりゃー、ピクサーの雲、すごい。じゃじゃーん、帝国劇場着きました。レミゼラブル今から見ていきたいと思います。もちろんお目当ては斉藤さんです。済みましたらチケットを取りました。1レベル上がりました。ぴったりですね。よいしょ。あー天気が良くて良かったね、はい、昨日めっちゃ土砂降りでしたね。こんにちは。今日はミュージカルのなんと2本立て、ということで、まさきくんと日比谷にやってきました。はい、イエーイ。ディズニーが、ディズニーが強いです。ということで今、ほら見て見て、この青空。あ、いいですね。眩しい。眩しいね。ジャック・ザ・リッパー、後で写真撮ろうね。はい、イエーイ。でも、まさきくんはさ、こういう結構ほら、ダークなミュージカルとか好きなの？なかなか見ないです。そうだよね。明るい。ハッピーなのが。ブロードウェイだもん。早くニューヨークに見に行きたいな。2回目元のお客様から、次回の一人お願いいたします。着きました。久しぶり。お待ちしてます。本日2回目元のお客様。聞こえられた？はい。大理石、いや久しぶりですね。はい、ということでミュージカル1日で2本はしご、2本目は自由劇場にチャミを見に来ました。ちょっとまさきくんはね、今あの座って待機してるんですけども、自由劇場実は初めてでございます。すごいシャンデリアがめっちゃかわいい。
パシティはね、あの500ぐらいなんですけれども、劇団式の劇場で、元 E-girl の亜美さんと剛力彩芽さんのダブル主演で、こちらも韓国ミュージカルですね。とても楽しみです。今日はさんだなと思ったんですけど、接触アプリのココアのインストールが必須で、インストールしてそのアプリの画面を見せないと入れない。ちょっと自由劇場初めてなんですが、とてもワクワクしております。同じ韓国ミュージカルなんですけど、先ほどのジャック・ザ・リッパーの、ね、落差がとてもすごそうですがハッピーなミュージカルも大好きなので、ちょっと楽しみたいと思います。どんな作品なんでしょうね。ということで、でも全然寝れなくてですね、一睡もしておりません。なので感激中にドロッとしないように、先ほど、ドーピングをしまして、ミンミンダハと、あとコーヒーですね、それからミンティアのあの辛いやつともう投入しましたんで、多分ね大丈夫だと思います。ああ、どんな方なのかな、ちょっと緊張するな内容よりも緊張する。あ、でも元気が出てきましたよ。あ、すごい、じゃんじゃじゃん、帝国劇場、はい、どうなんでしょう、いらっしゃるんでしょうか。緊張する。あ、もう渡っちゃおう、渡っちゃおう、お客さんがいっぱいいる。光栄のエレベーターで11階まで上がっています。今日はシアターオーブで、オリバーを見に来ました。はい、クソはこんな感じだというね、クソはこんな感じです。横、いやーちょっと浜田めぐみさんということでちょっとドキドキしてますが、案の定やっぱりギリギリになりましたが、今日はちょっとだけいつもより余裕があります。今開演5分前でございます。信じてみな、泣く前に。そうです。ちょっと私は間に合わなくて泣きそうですが、はい、そうですね。なんか綺麗ですね、シアターオフはね。綺麗っていうか、まあ、カフェとかも普通にありますからね。すごい可愛い声で、今日はカーテンコールの撮影は OK だぞ、どんどん SNS で拡散してくれよな、可愛い声です。すいません、今日はあの道中ビデオを撮ってたつもりでずっとこの自撮り棒で撮影しながら喋ってたんですが、録画ボタンが入ってないことに今気づきました。はい、もう到着してます。じゃあシアタークリエです。今日はミュージカルグリースを見に来ました。イエーイ、はい、こんな感じです。めちゃめちゃハッピーな、ハッピーでね、アゲアゲなミュージカルなので、ちょっとこのカラフルに決めてみましたが、
なんか漂う昭和感、残念。でも今日はね、あの割とちょっとだけまだ余裕があるので、この界隈をうろうろしてみたいと思います。じゃんじゃじゃん。やっぱりね、快晴ですね。さすが私、反撃の時はね、外さないと。眩しい、快晴すぎて眩しい。イエーイ、東方エンティリアです。もうね、なんかだいぶ活気が元に戻ってきてね、今平日金曜日の昼間なんですけれども、こんな感じでやっております。いや、楽しみですね。しかも今回はなんと1階6列の前の方の席を取れました。イエーイ。今回日替わりキャストがあって、それはもちろんこがけんさんを狙って取りました。大好きです、こがけんさん。よし、行くぞ。いろいろしております。1回目の到着です。じゃじゃん。シアタークリエには無料のロッカーがありますので、今日はちょっと荷物をそこに預けてきました。ありがてえ。めっちゃ楽しみですね。最近あの人が死ぬミュージカルばっかり見てたんで、超楽しみです。どうしよう、今日も死んじゃった。いや、大丈夫だと思う。今日も快晴でーす。じゃじゃじゃん。いや、もうパーフェクトですね。今年の感激はあの全部、お天気が当たりました。今日はね、なんかあっちの方でクリスマスマーケットみたいなのやってるので、ちょっと後で見終わった後に行こうと思います。さてさて、今日はですね、あれですよ、あれ発表された時にね、あの、え、行く、これ行くべきなのか、いやでも行っといた方がいいのかみたいな、かなり迷ってでもなんだかんだ言って結局チケットを取ってしまいました。あたたみゅこと北斗の拳、はい、来ました。寒い。あたたたたたってどれぐらい言うんでしょうか。でも楽しみです。でですね、あの原作は大体 あらすじとか設定はあの知ってたんですけども、ちゃんと読んだことがなかったので、寒いよ。前回は間に合わなかったんですけど、今朝までに16巻までちょうどあのラオウが天に召されるところまでね、読んでまいりました。なので今日出演するキャラクターの原作での立ち振る舞いというか、あのどういう風な設定でどういう風な進化をしたのかとか、そういうのは全部入っております。ちょっとほやほやですね。じゃじゃん、着きました。うん、寒い。なんかあの松本清でこの間お買い物したらですね、なんか謎の買った覚えのないイブ A が2箱、買っていたということが あのレシートで判明しまして、それの返品に行ってましたらですね、結局時間かかって今日もギリギリになってしまいましたが、だいぶ今日はあの今年の感激の中では一番余裕が、あ、電話来た、松清から電話来ました。はい、確認したいと思います。松清の店長さんから電話があってですね、あの誠に申し訳ございません、こちらのご入力でございますって、すごい丁寧なね、あの電話いただいたので、まあ、それは明日また返金に行きたいと思います。私最後の劇場になるかもしれません。私は、チケット取った公演がね、全部無事に上演されました。本当にこれはね、奇跡ですね。ありがたいことです。ありがとうございます。ということで、ね、奇跡をかみしめて